こんにちは、山ロケです、僕はですね、26年間そのグラフィックデザイナーをやってきているんですけども、最近ねこの YouTube を始めたのも一つのきっかけにはなっているんですが、その今回ですね、ミュージックビデオの監督をやらさせていただきました。で、監督だけじゃなくてその撮影も編集も含めて、まるっと全部をですね一人でやっております。でね、なので今回はですね、そのいわゆるビデオグラファーとしてのその、第一歩みたいな感じにはなっているので、今後はですね、その今まで通りのそのアートディレクター兼グラフィックデザイナー兼そのビデオグラファーというね肩書きも加えつつ活動していけたらいいなと思っております。ただね、そのまだビデオグラファーとしては、まだまだ全然もう本当未熟で、そのもちろんそういう技術もそうですけども、そのなんていうのかな、機材ももう全然もう最低限のものしか今揃っていないので、これからもっともっとその勉強して、努力して、楽しんでやっていけたらいいなと、そういうふうに思っております。で、その、気になるその僕の監督そのデビュー作になるのはですね、そのリリー・オブ・ザ・バリー、略したのリリバリというですね、関西出身の5人組の女の子のそのアイドルグループになります。でね、彼女たちもまだね年齢がね、14歳から18歳とね、すごい若くて、僕の娘ともうほぼというかもう同年代の子たちで、みんな元気で、可愛くてですね、もう本当にね、特にね、ライブではそのダンスとかもう踊りですね、ダンスとかその歌とかも本当結構もう本当に素晴らしいんですけども、その MC をですね、関西弁で、やるんですね。で、それがね、すごく面白くて、こう観客をね、置いてくような、そのガールズトークをですね、こう関西弁でやってるのを、観客はもうほのぼのした顔で見つつも、僕なんか結構ね、爆笑しちゃって、すごい知ってもらえればね、もっともっとこう、なんていうのかな、ファンも増えると思うし、もっともっとこう有名にもなっていくと思うそのグループなので、ぜひですね、気になる方ですね、リリー・オブ・ザ・バリーのライブに足を運んでほしいなと、必ずそんなに一度見たらファンになってしまうと思います。はい。で、今回ですね、その撮影をこう、初めてやったんですけども、その撮影をするにあたりですね、とにかくその曲をもう僕はもう何十回何百回、聞いてですね、車の中でもそうですし、その何ていうのか電車の中でもそうですし、寝る前もそうですし、そのトレーニングジム行ってる時もそうですし、もうその曲だけをとにかくリピートして、で、とにかくすごいいい曲なんですね。もう本当すごい僕自身もそのいい曲に、初監督としてね、いい曲に出会えたなと思って、本当に僕すごい大好きな曲なんですけども、その曲のその歌詞を 見ながらも、どういう風にねその曲の世界観を作っていくのか、そういうのをこうちょっと考えていくんですね。で、それに伴い、絵コンテを書くんですけども、こういうねこういう絵コンテ、ちょっと見えづらいと思うんですけども、こういう絵コンテを書くんですね。で、ちょっとね、ことは学校、こういうね映像の学校も行ったことないし、もう本当独学で、本当ここの YouTube を始めた頃からこう独学で始めてるんですね。なので、その実際みんながどうやってるのかっていうのは全然実は知らなくて、
でね、多分ね、この絵コンテとかは要所要所をこう、まあ、要するにこう重要なところというか大体の要所要所をこう書いていって、であとはね多分もう素材をこう後でこう編集の段階でまあいろいろ当てていくのかなっていう気は勝手にしてるんですけども、あ定かではないですよ、僕の勝手な想像で。ただちょっと僕はまあ初めてのねその監督にな作品になるので、まあもちろんすごく意気込みもあるし、まあ緊張もあったので、とにかくその撮り忘れちゃうことをものすごく恐れてたんですね。なのでもうとにかくその1から100まで、もう1コマ1コマ、まあ、1コマっていうか 1カット1カットなのかな、ちょっとをもう全てその絵コンテに書いて、で、もうその絵コンテ通りにとにかく撮っていけば、まずは完成できると、それぐらいのレベルのまでね、絵コンテの方をその完成度を上げた絵コンテにして撮影に挑みました。なのでね、割とこう、まあ、初めての割には結構落ち着いて撮影はできたのかなっていうふうには思っています。まだね、そう機械慣れもそんなにしてないし、そのジンバルスタビライザーですね、もうそんなに、まあ、まだ慣れてないしとかあるんですけども、でただそこまでそういうのは問題じゃなくて、でね、やっぱり一つこう僕が率直に感じたのは、やっぱりね、こう一人で、限られた時間 でましてやその5人いるわけですよね、今回のグループの女の子たちが。なのでそれをね取り切るのがね、やっぱ結構やっぱ大変で、で もちろん体力感もすごい自信あったんですけども、やっぱりね、こう一人で全てをこう動かすっていうのはね、本当こういう動画撮影の時っていうのは思った以上に体力を消耗しました。まあ、終始ね、面白かったは面白かったんですけども、まあ、とにかく時間との戦い、でしたね。はい、でなので、そんな感じで進んでいきました。で今回この絵コンテね、絵コンテプラスアルファ、なんとなくこうね、どういう世界観にしようかっていう、その全体のそのコンセプトをその自分内にこうね、それをなんていうの、指針として指し示す、指針指す針ですね、まあ、方向性を定めるために一文を自分で考えたんですね。でちょっと短いんですけども、ちょっと今それを読まさせていただきます。あまり自分のことを好きになれない、うまくいかないことだらけ、悩んで上の空ちょっとドジる、でもみんなで集まると少しだけそんな自分を忘れて前向きになれる、明日は少し成長してるかな。いい。すいません、これですね、僕みたいなね、その今40超えたおっさんが読んでもちょっとあれなんですけども、あくまでね、これ10代のその女の子たちですね、そのまだ多感な時期の女の子たちで、その例えばそのドラマとか映画ですね、邦画とか、なんかああいう世界観をちょっとこうね、想像しながらちょっと聞いていただきたかったんですけども、まあそれはちょっと置いといてですね。はい、ではですね、そのちょっとね、このもちろんチャンネルではまあ、いろいろ著作権等があるので、その全部はちょっとお見せできないんですけども、ほんの少しだけこれからお見せしようかなと思っております。でリンクを貼っておきますので、ぜひね、その前編はそのリリー・オブ・ザ・バリーのチャンネルへ行っていただき、ぜひね、皆さんにも見ていただけたらいいなと思っております。はい、ではですね、今週の第1位、リリー・オブ・ザ・バリーでレイン・メロディー。